お、ドゼルさん雑談。ドゼルさん、こんちゃっちゃ。バレてしまいましたか。この配信にドゼルさんはたどり着いてしまいましたか、ついに。こっそりハマってた。こっそりハマってる。このゲームにドゼルさんはたどり着いてしまった。こっそり、ほんと誰にも言わずこっそり始めたゲーム。もう誰にもバレず、こっそり深夜にやってた。この深夜に始めたリフォームゲーム。このゲームはあれっす、リフォームしてお金をもらって、また自分の家をどんどんなんかリフォームしていくっていうリフォーム屋さんのゲームです。面白くてこっそりやってたんすよ、誰にも言わずに。こっそり始めてバレてしまった。こっそり面白いよな、マジで。マジでおもろい、これ。ハマるわ、マジ。高圧洗浄に浮かんでる。高圧洗浄っぽいっすね、確かに。なんかいろんなタスクがあって、こうやってペンキ塗ったり、部屋の掃除したり、家具置いたりとかで、でミッションコンプリートしたら収益がもらえて、その収益で家具買ったりとかして、自分の家、なんかめっちゃお金貯めたらなんか家買えるらしくて、自分の最大は城を買えるらしいっす。なんかカップルが住む家とかなんかいろいろあって、新居買いたいな。今日もご視聴ありがとうございました。良ければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。